ブレイクタイム。こちらロキロールです。今日はですね、皆さんハンドスピナーハマってますか？あ、持ってる人もいたり持ってない人もいたり、まあ一回はねやったことあるよって人結構多いんじゃないでしょうか。というわけで今回はですね、こちらの3方向や2方向、まあいろんな、まあな、2方向っていうの、2枚刃っていうのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあね、今回は3方向、2方向とかで呼んでいきたいと思います。もうあらかじめ言っとくからね。で、今回いろんな方向があるじゃないですか。なんか6とかさ、はい、そんな中でもうね、あー2方向買おうかなとか3方向買おうか迷うな、そういう人に必見なものを買ってきました。それがこちらです。こちらまた E パケット、これを買った時と全く同じですね。中国のところが来ました。 E パケットパケットだったような気がする。ちょっとまあね、ガングって書いてあるんでね、もう分かると思いますが、開けていきましょう。まあちょっと見た感じですね、こんな感じで丸いんで、なんかケースとかに入ってるのかなと思います。はい、これで4つ目になるかな。ドドン、もういいね、このケース重量感があります、すごい。じゃあ開けていきたいと思います。テレレレ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 ゴマダレ、おー、というわけで今回買ったハンドスピナーはこちらの6方向のなんかしずくちゃんみたいな、しずくがあるよですね。はい、取り出しましょう。あーすごい重い、早速なんですけど回していきましょうか。うわっ、てか音しないですけど、僕が持ってるこのプラスチックのやつは鳴りますし、でこれも前まで落としてたんですけど、ある工夫を加えて音がしなくなりました。これはちょっと今度動画でやりたいと思います。音がしない。ほら、今6方向初めてですね。じゃあ早速、なんで2方向3方向とかで迷う人必見なのかっていうと、あ、まあとりあえず値段はこちらテロップ入れておきます。これです。まあこれは実はですね、6月11日に買いまして、で今日この撮影日が26日なので、11日も含めて16日ですね。結構遅かった、2週間ちょいですねかかりました。でも買ってよかったなって思うぐらいかっこいいし、いいですね。まあちょっとさっきからここキュッキュッてやってますけど、6方向からね、いろんな方向にこうやって外してできるわけなんですね。早速やっていきましょう。まず6方向こんな感じですね。続いて5方向はできるっちゃできるけど、ちょっとアンバランスですね。手がめっちゃブレる。で4方向は割と2方向に行ってますね。これは意外とバランスいい感じ。で3方向はこう外して、まあこうやってる時にこれはこのケースにしまっておけるので便利ですね。3方向は開けて、これで3方向ですね。3方向もいいね、やっぱバランスがいいですね。で2方向もこれがバランスのいい方向で最後になります。でこれが2方向ですね。斬新だな、なんか。最後1方向はもうこれね、見てください、トーマスみたいになってる。何ですかこれ。まあ最後、一応これが最後ですね。0方向ですね。意外と回るっていう、これも確かになしではないな。なんじゃこれ、シアスが発見しちゃう。これも他の動画で出したい感じですね。まあこうやってバラした状態でお腹にチャックに入れといて、それで遊ぼうってなった時に何方向がいいかな、今日はちょっと3方向で遊ぶかみたいな感じでいきますし、一番最初の6方向、まあ、全部つけた状態で入れとくのもありかなと思いました。これ結構いいですね。まあちょっと届くの時間かかったし、中国からなんでね、当たり外れがもしかしたらあるかどうか分かんないですけど、あるかもしんないですけどね、まあ、今回は僕が買ったのは当たりでした。というわけで、今回ですね、
6パターンあるんですけど、6方向、5方向、4、3、2、1、0か、じゃあ7パターンですね、あるんですけど、全部測らずに今回は普通にこの6方向の状態で回していきたいと思います。それでは早速照明を落として計測していきましょうか。どんぐらい回るんだろうね。まあ楽しみです。それではいきます。せーの。やっぱ音が小さい。これって今回6方向で検証したので違う方向にしてみればまたタイムが変わってくるのかなと思うので、まあ他の別の動画でやっていきたいと思います。今回はですね、まあ、いろんな動画のネタが増えたね。で最後にもう一つあるんですけれども、まあこちらですね、ここの持ちの部分をこうやってやるとベアリングがこんな感じで見えて、まあちょっと今回どうやって外すのかな、しょうがないですね。はい、まあ一応回る感じですね。まあベアリングが外れる感じです。はい、こんな感じ、こうやるとベアリングが外れます。まあベアリングが外せるっていうのは割と嬉しいっていう人も多いんじゃないでしょうかね。というわけで今回はですね、トランスフォームするみたいな、いろんなハンドスピナーに変形するこちらを買ってみました。まあね、この形だけじゃなくて、なんかみんなが民族とか呼んでるあのやつですね、あの6方向も外れるやつとかあるらしいので、まあこの形だけじゃなくて他にもいろんな形にできるやつ買ってみてはどうでしょうか。というわけで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。